デン・ヘルダーは、オランダの北ホラント州にある、基礎自治体、都市。デン・ヘルデルとも表記される。北ホラント半島の先端を占め、海軍の重要な基地が置かれている。デン・ヘルダー駅とデン・ヘルダー在都駅の二つの鉄道駅があり、フリースラント諸島のテッセル島との間には、ロイヤルテーゾというフェリーが就航している。 2008年にはこの地を舞台にした同名の映画が、ヨリエンファンネス監督の下作成された。デン・ヘルダー基礎自治体はデン・ヘルダー、ハイス・ドゥイネン、ユリアーナ・ドルプの各市町村とフリーセブルートで、行為の村落からなり、そのデン・ヘルダー氏は主にオールト・デン・ヘルダー、ニー・ウデン・ヘルダー、デス・ホーテンの3区からなる。ニー・ウデン・ヘルダーは、 第二次世界大戦後の1950年代に住宅地として造成され、デス法典は1960年代に造成された。もともとはハイスルイネンが市街地で、ヘルダーそのものはその近郊に位置する寒村でしかなかった。北ホラント半島の先端という戦略上重要な地点にあることから、一帯には複数の要塞が築かれた。 敵の艦船がゾイデル海に入港するのを阻止するために築かれた地獄のような要塞から一帯はヘラドールと呼ばれるようになった。その他、ヘルダーの語源としては丘陵を意味するヘル、ヘルダから来た説、砂の稜線という意味のヘルルから来た説がある。デン・ヘルダーはオランダの船の町として重要な役割を果たした。オランダ黄金時代にはデン、 ヘルダーの近郊で多くの艦船が建造され世界の海に出ていった。1877年に建造されたランゲやアープ、東台は中鉄製のものではヨーロッパで2番目に高い63.45メートルの高さを誇る。ベルヘンダーには18世紀から海軍基地が置かれている。1799年8月には イギリスとロシアの連合侵略軍がデン・ヘルダーに上陸し、バタビア共和国海軍兵を捕虜にした。1811年にデン・ヘルデルを訪れたフランスのナポレオン・ボナパルトは、この立地に着目し、この地に砦と海軍造船所を建設するよう命じた。ドックも1813年から27年にかけて建造され、1947年に、 オランダ海軍の拠点になった。デンヘルダーにはオランダ海軍大学やオランダ海軍博物館も設けられている。ナポレオンが建設を命じた古い造船所は市外の北に位置していたが、現在ではレストラン、映画館などの娯楽施設になっている。海軍施設は後に東へ移転した。北海に突き出した北ホラント半島の先端に位置するため、 気候も海の影響を色濃く受けており、オランダで最も日照時間が長い都市でもある。連、ヘルダー市議会の定数は31議席で、2010年3月4日現在の党派別勢力分野は次の通り。ありがとうございます。